リンゴでグッて入ってくるのやってるんですよ、自分が。あれそして前はキャンあちらのほとんどのパレパレキャンこういった最近の前最近はグッて入ってくる、ここに入ってここ狙ってますこうで、これ離すとね、彼こう圧力かこれやめちゃうと彼は残っちゃう。ああ、こういう感じ。それと、ここに入ってるから。あ、重みがここにずんと持ってきてるから。で、彼、力抜いてる。全然変わってないでしょ。で、すごい圧力かかってない。こっちで圧力かかってないけど、ただこうやって。そして、こう作るんですよ。この2つ。ここに、ここに刺す。で、足換えばこうなる。で、何もしてない。で、これ緩めて、この手を向こうへ行けばこう。バーン。こっちや。こっちね。で、下げれば。この2つやる。最初、今までやったらだけど、やれよ。あれが来るから、僕がいなくなって、やれよ、そういう感じが最近やってるのは、ここに、こう、つまんない。このまま。で、天板の中に、ぐるって圧力かかった瞬間に、こう、回す。こう狙って、こう入ってきて、こう刺す。難しいわ。狙って、まず狙うの。狙わないで、点火、ちゃんとじゃなくて、最初に彼のおへその重心狙ってんの。で、ここの手は重心いくの。重心狙ってんの。こう狙ってんの。こう、ほら、こう。最初狙いがないと難しいんだよ。だから最初に狙って、で、ぐんってこういう。で、こうなるよね。これ波の下で、手離して。波もなってない。ただこうやってるだけ。で、狙って、ガンとこういう。厚みじゃない。パッとしてる。この手をそのままにしといて。で、こう入れ替わってる。で、彼は何もできない。詰まっちゃってるから。そういう状態。で、下げればほら。なってる。もう一つは、ぐんってきて、ね、グーンと振ってる。だから、お手下げてもいいんだけど、下げて。緩めないと下がらない。筋肉緩めない。これ筋肉入っちゃってる。これ筋肉入っちゃってる。緩めて。緩めないとこれが来ない。だから、これが、緩めた瞬間は分かるんだよ。その瞬間、こう、ちょっとしてくれば、いいし、手離しね。だから、グーンとこう、これ、緩めらんない。これもっと言うならね、離して力抜いたら僕にやられちゃうから。これはこれだけちょっとやってみますか、ね、あのね、直線的に入っていくと難しいの。これ見て、彼おへそあるでしょ。こういうふうに入っていくんじゃないのか。僕がこうやりながらこういうふうに入っていく。ぶつかってこっからぶつかっていくんじゃなくて、変わりながらこう入ってきたの。こういう。こういう。もっと詰まれば、こう。これだけ。だから、変わりながら入る。変わりながら、転換だから。こうじゃなくて、転換だから、こういうふうに入る。グーンって。そういう感じ。こう変わりながら。そして、こう、圧力がマックスになって、マックスになったよね、こういうふうに。そしたら、こう変わる。そうすると彼はどうしようもないけど詰まってるんで、下げれば先崩れちゃうし、上げてくればこう上がってくるんで、転換できるから。じゃあこのまま行った方がいいから、そのまま持ってもらって、持ってこうやって行きまして、来るよね。自分はこうやると思う。おへその前離れたら難しいから、こう、で、こう来る、おへそに来ますよね。こう、ずっと来て、ぶつかりますよね。ぶつかったら、ここ狙うの。うん。
ちょっと回る。いいよ、普通にして。ね、こうやっといて、こうやってきて、ここに狙う。で、ここで終わり。で、彼、僕はこうやれば、倒れちゃう。ここ、近い。遠くやるとすごく難しい。だから、転換だ。こう来たら転換。ここでこう蹴る。で、このまんま足変えれば、こうなって。で、こう下げれば。最初からこういう、こうやって、その前、こうやって、こうやって、へその前に行く。で、勝手に持ってかないで、この圧力感じながら、ここ狙って、こういう。これやけ。で、これ一番大事。で、普通、足も動きます、手も動きますなんだけど、彼は詰まっちゃって、何もできない。で、こう詰まってる。で、腰、こっち、下げてくれば、彼は行き場がなくって倒れちゃうし。向こうに出せば、こう動かしていく。こうしたら、そういう感じです。最初、こうやって、かけて、こう入る。で、上は、これ、こう圧力が。で、圧力かかってるけど、僕はギューってやってるわけじゃなくて、ただこうやってやってる。で、彼の圧力が、ここに、ほら。で、彼、もし離しても、僕は変わってない。変わってないんですよ。ギューってやってない。僕はこうやって、こうやってると。ほら、こうやって。で、この手を、ほら、今すごい圧力かかってる。手も、力でやってるわけじゃなくて、ただ置いてある。手を置いてある。で、ここ許してやると、彼はこっちに上がってくる。それで、腰変える。こう。それで、まっすぐ下ろす。そうすると、目の下に。グッてきて、こう。彼、僕が軽かったんで、彼は押し上げないと、ここ上がっちゃうかもしれない。一応、重心がここに全部かかってるから。で、この重心のままこう回ってくれば、ここ何もしてないんで、この2つでいきますと、機体の落とすの部分が、上にはこっち、真上、さっきの真上ですね。こう上がって、ここね、ここにいいから。で、下はグーグーと狙ってこう入ってきて、下はここにただ足替えられて、こんなにしない、こうやってやってバーンって入ってきたら、ただ足替えられて、ここは何もしない、ここ何もしない、足がこう締めて、こう何もしない。じゃあその上と下やりましょう。まず転換ですから、あくまで転換っていうのは、彼のこの線、足がのところになくならないといけない。ここで やり続けちゃうと、こうなっちゃうから、だからこうぶつけて、こうぶつかってくるんだけど、僕はいないんですよ、この前、彼の前に。で、この手が来ない、詰まってた、こう詰まってた、気がないで、来るにはこれを緩めて、彼は意識的に緩めて、ボンって来ない。だからこうやってやって、こうやってしたら、意識的に緩めてくれば分かるから、ほら、何もできちゃってるわけですよ。ガーンって入っちゃってるから、力入っちゃってるから、だから力入ってるから、緩めないと来ない。だからそういう話です。で、これでいろいろ技やるんですよ。これ、こう、ぐーんって重みがここに乗っちゃってるんですよね。これ、こう、足下というか、足を抜いてあるの、どっちに抜きますか。こっちに抜くと、こっちに抜くとか、いろんな方向あるんだけど、こっちに抜く。だから後ろに抜けると、こうなってきてる。バーンって圧縮。バーンって圧縮されて、彼の前からいません。彼は圧縮されてます。抜いてくる。この手をこっちに通して、こっちに抜いてくると、こうなってきてる。それから、ガーンってきて、これ圧縮されちゃってる。向こうの腕がこうなってきてる。こうね。抜く方向は、あとは自由に。圧縮されてるから、この圧力抜いてあるから、こっちの方に。この2つやるでしょ。で、こう来て、彼の前からいなくなって、グンと圧力がかかりました。で、抜くのは、後ろに抜くと、こうなって。それから、ガーンとかかってきました。圧力かかってます。向こうに抜いて、向こうに抜く。こう抜く。
この圧力をバーンって圧力かかったのに向こうにこう、こう、こう向こうを自由に行きますよね、圧力ボールがギューッと圧縮されて立ってきたらこっちの方向で向いていくと思うんですよ。で、今2つやりましたね、あのいろいろ試して4日かかりじゃないの、自分が彼のところにこういうふうにほら4日かかってないの、全然だから自由に出せるの、こっちだとかあっちだとかこっちだとか、こう4日かかってないのよ、みんななんかちょっと4日かかってる、こういうふうに4日かかってるだから、ダメ、ダメ4日かからないでちゃんと自立してるの、こう自立してるの関係ないの、彼言ってもいなくても、いなかったらいない、全然何もしてない、こう、彼がいればこうなっちゃう、こうなっちゃう、こういう話したら4日かからないのに、なるべく集中してる、僕はこうかかってたんですよね、で通り道塞いで、塞いじゃダメなの、通り道作って、彼はどうぞあっちへって通り道作ったら通り道、だからこうこれ通り道自分で塞いだって塞いだってと気づかないと、ね、こういうでかい人で強い人通り道ないんだよね、彼ね、だから詰めてるだけなんですよ、でこうやって通り道あっちどうぞとかこっちへどうぞこっちの方ね、こっちの方どうぞって僕はいなくなってない、グーンって来たらこう圧力かかってる、通り道を、彼の通り道をここにこっちですよ、僕はずいぶん開けてんだよね、彼のために、ああ、体が動いて、自分がやるんだよ、できないで、これできないよ、彼の通り道はこっちですよって通り道すってあげないよ、自分でで、いろいろ分かります。今2つやりましたけど、こうね、バーンってして、今度自分ってことを自由だから、ここにしてもらうと。で、彼はこっちどうぞ。こっち。バーンってして、ね、足、こうなんです。圧力を解放してるだけです。ここ自由だから、いろんな方向に出るんです。これ解放する通り道どうぞ、こっち通り道からね、どっちかってこのままこれですよ、こうやって自分の中でこっちに出てきちゃう、それからバンしてこれ緩めてってなる、彼が僕が自由だからこう来ると入り直せるじゃないですか。で、いろいろちょっと技がね、知ってとか、どうなるとか、いろいろ技ね、ガンガン、結構狙って、場所ここでもいいんですよ。下げてもいい。ここでも、こう入ってるとか、詰まってるか。で、自立してるからいいってことだね。で、何か、ここでこう、何をしてない。これをお願いするか。じゃあ次に少し圧縮してるのを自立して圧縮した感じ、これこういう引きにしてこうなってこうなってこうなってしないでまっすぐ自分で自立して彼がいてもいなくても関係ない、そしてこの圧力、ここにある圧力を解放する、どっちか、それで彼の通り道を作ってあげて何回そういう感じで脱出しましょう。ちょっと、自立してない人多いから、自立してないんだよね。これ、あって話して、こうなっちゃうのね、自立してないと。自立してればさ、手離しても離さなくても関係ないの。だからそのところがみんなこうやってやってるからさ、手離されたら、おっとっとっとってなっちゃうの。そうにならないように、だ相手の人もちょっとたまに手離してやるとか、自立してやるって。手離しちゃうとかね、手離しても関係ないからこう自立してれば手離しても関係ないからね、よしゃならないし、なんでやらなかったらいいの、でも彼来るからほらこうなっちゃって、ね、やろうとしてるから来るの、やろうとしてなかったらしてないでしょ、ならないじゃん、技にならないじゃん、手離しだから、もう少しちょっとその辺よく考えてお互いにさ、ちょっと稽古して2つあるんですよね、こっち回るのとこっち回るで、こっちに巻くときは、こうなっていなくなってるから、いなくなって、こうですよね。こっちは、
詰まっちゃうから、でここをそのままにして自分がこうほらとこう後ろ入ってこれて何回いい位置来てから何回こっちこっち今やったのはどっちかやってますでした、こっち回転とこっちかこっち回転ねこっち回転入るのこのままでやってるとこれ来ちゃうからだから道作ってあげないといけないね詰まってから詰まった状態のままこう道作ってあげてこう入ってきてるでこっち回転の場合は特に注意これやだからこう詰まってきましたただこれこの手で注意してこの詰まったまま詰まったままこれこう回ってくんだけどこう回ってくんだこれ来ないよこうなってこう見てでここまで来たら入るこうなってあるあと1人投げとかねこうやって詰まって今こういうこういう回転になってねこういう回転とこういう回転ありますこういう回転だとこう回ってきてこれ詰まってもいけないからこの道作ってあげるからこのもう一つしてこうなってねこう圧力かかってこう振りかとこうなってこの2つこっち回転とこっち回転詰まった状態から詰まった状態からこっち回転こういうふうにそれとこういう状態からこういうふうに入ってくる状態そういうこともできると思うんですね。じゃあ少し、まあ、呼吸を入れると